ヒ門屋八幡宮は東京都目黒区ヒ門屋三丁目にある神社。かつてのヒ門屋村の鎮守として知られる。創建年代は不詳であるが、鎌倉時代に源頼朝の家臣、畠山重忠の守護神をその家臣筋で当地に住んでいた宮野左近という人物が祀ったのが始まりであると言われている。現在の社殿は、 遠方2年に増大したものを、明治5年に再建し、同20年に改築したもの。神仏分離令が出るまで、別当時として近辺にある円有寺の寺院である、神宮院が置かれていた。また神社には、畠山重忠の家臣橋場見沢六郎という人物を待つ大なり者と、紐屋の名残のとも言われている、非分析が保存されている。その他にも、かつ改修時期室の、 やわた大臣の額なども保存されている。また、桜の時期になると1の鳥居から2の鳥居までの間が、桜の花で溢れ、桜の見どころにもなっていることでも知られている。この日分析は高さは約75センチメートル、横は最大で約45センチメートル、厚さは約10センチメートルで現在は暗挙化されているが、 付近を流れていたドン川の川床の石を材料にしている。石には中央に大日如来を示す盆地が、左には静止菩薩を示す盆地が、右には観音菩薩を示す盆地がそれぞれ刻まれている。室町時代の頃の作と言われているが、その趣旨等は伝わっていない。一説にはこの碑文を掘った石がある里ということから、当地の地名、門屋が生まれたとも言われている。 この非分析は当時の人々の信仰を知る上での貴重な資料として現在でも境内に祀られている。この説も有力視されているが、ひもみの名の起こりはこの他にもいくつかの説がある。ありがとうございます。